捏捏频道开始吧。サラマンダーでエビを焼いていく。焼き上がったらテーブルに移動して店内で食べられるよ。いただきます。結構な大きさ、食べ応えありだね。おいしい。ごちそうさまでした。捏捏频道。日も暮れてきたので夜市に行ってみよう。いろいろな屋台があるね。大好物のサンサン、ソーセージです。の屋台も活気があって暑いね。見てるだけでも楽しい。お次は臭豆腐。今日は牛の臭豆腐を買ってみる。やっぱり美味しい。ハマってしまったよ。ルーローハン屋さんのテイクアウト弁当。
咩咩频道。洋風スーハイ、トージャンダーワン。台湾の朝食屋さんです。ルーミーちゃんという温かいお米のスープ。すっごく甘い。ダンビン。卵のもちもちクレープみたいな感じ。これも台湾朝食の定番。最後は、シェントウジャンという温かくてしょっぱいおぼろ豆腐のスープ。沖縄の油脂豆腐と似てるよ。バイバイ。いいお店でした。朝食の後にお散歩していたらマッサージ屋を発見。まずは足湯で温めていきます。最後は腰も硬いと言って腰ももみもみしてくれました。これから台北からもう少し北東の基隆市へ向かいます。台北市内から基隆市内まではだいたい1時間くらいかな。少しずつ田舎風景になってきたね。基隆駅に到着。どんな街かな？今回、基隆市を訪れた目的は、この小学校に来ることでした。日本統治時代には、たくさんの日本人が住んでいて、ここは日本人の子供のための小学校でした。
工事してる。今は学校の名前は変わったけど、元の日清小学校。今回の台湾旅はいかがでしたか？次回はあのジブリ映画の舞台と言われている地区を訪ねるよ。请帮我按赞。